これはここではないどこか、今ではないいつかの物語。石造りの城壁に囲まれた町で人々が暮らし、森や山には魔物たちが住んでいる。そんな少し不思議な世界でのお話です。人間たちの国から少し離れた山の上に、王様ドラゴンが治める小さな魔物の国がありました。魔物ばかりが住んでいるはずのその国には、なぜか一人だけ人間の女の子が暮らしていました。女の子の名前はユウ。ユウはある理由から立派な勇者になることに憧れていて、毎日修行をしています。王様ドラゴンはユウの育ての親です。赤ん坊の頃に両親と死に別れたユウを引き取って育ててきました。王様ドラゴンの願いはユウを立派に育て上げること。だからユウが憧れる立派な勇者になれるように、一緒にユウの修行のお手伝いをしています。ユウ、今日は山のふもとまで一人で冒険をしてみようか。一人で？いいの？ユウは目を輝かせます。うん、ただしふもとまでだよ。そして教えたことをきちんと守るんだ。わかった、行ってくるね。そう言うと王様ドラゴンがあっという暇もなく、ユウはもう麓へ向かって駆け出していってしまいました。やれやれ、元気なのはいいことだけど、もう少し落ち着きが欲しいところだな。そんなことを考えながら、王様ドラゴンはユウの姿が小さくなっていくのを見届けます。ユウの姿が見えなくなったのを確認した王様ドラゴンは、近くの林の中へがっさりごそりと姿を隠します。一人で冒険させるのは心配だ。こっそり見守ってあげなければ、などと独り言を言いながら、こそこそとユウの後を追いかけ始めたのでした。
様ドラゴンを見つけたユウは嬉しそうに駆け寄ります。どう？ここまで一人で来られたんだよ。すごい？ああ、よくやったなユウ。すごいぞ。ユウは得意になってへへへっと満面の笑みを作ります。さあ、住処に帰ろうか。ユウ、背中に乗りなさい。はーい。ユウは王様ドラゴンの背中に飛び乗ります。ほら、優しく乗りなさい。えへへ、ごめんなさい。ユウはニコニコと悪びれない様子です。王様ドラゴンは大きな翼を羽ばたかせ、力強く空へ飛び立ちます。わーい、私お父さんと空を飛ぶの好きなんだ。お父さんもユウを背中に乗せて飛ぶのが大好きだよ。そしてあっという間に山の隅かにたどり着いたのでした。一日の終わり、ユウと王様ドラゴンは住処の奥の寝床で一緒に寝ます。ユウは王様ドラゴンの大きな体にもたれかかって、お休みの準備は万端です。王様ドラゴンは尻尾と腕でユウを優しく包み込みます。ねえお父さん。なんだい？寝る前にパパのお話聞かせて。ユウは毎晩寝る前のお話を王様ドラゴンにおねだりします。わかったわかった。どこからにしようか。と王様ドラゴンが考え始めると、最初からとユウがリクエスト。よし、そうしようか。少しの間を置いて王様ドラゴンは静かに語り始めました。ユウのパパはね、とても立派な勇者だったんだよ。その昔、
世界は恐ろしい力を持つ魔王によって支配されようとしていた。魔王はたくさんの魔物を従え、人間たちの国に攻め込んできた。人間たちも抵抗したが、魔物には勝てなかった。人間たちはみんな、もうダメだと思った。希望はない。滅びるしかないと。そんな時、ある町で、一人の青年が立ち上がった。さて、今日はここまでにしよう。そろそろ寝なさい、ユウ。王様ドラゴンが視線を落とすと、ユウはもう今にも眠りそうなくらい、うとうととまどろんでいました。お父さん、私ね。私、お父さんも好きだけど、パパのことも大好き。それでね、私、パパみたいな立派な勇者になるんだ。にゃんにゃん。眠ったか。おやすみ、ユウ。勇者よ、お前の娘は元気に育っているぞ。父親のような立派な勇者に憧れるユウは、今日も早起きして朝の修行を始めます。朝の日課は剣の素振りです。剣と言いましたが、実際のところユウが持っているのはただの木の棒でも、この木の棒はいつかの修行の時に見つけた大のお気に入りなのです。ずっと使い続けているので、ユウの手にすっかり馴染んでいます。今日もやるぞ。ユウは昨日の冒険が楽しかったので、とってもご機嫌です。いつもより大張り切りで、ブンブンと木の棒を振り回していたのですが、ユウは近くにあった岩に気づかず、棒を思いっきりぶつけてしまいました。木でできたその棒はバキンという大きな音を立てて、見るも無残に折れてしまいました。玉座の間に駆け込み、棒が折れたとおいおい泣くユウを、王様ドラゴンはよしよしと慰めます。そうだ、こうしよう。今日の修行は、麓の村の鍛冶屋さんまでお買い物に行くというのはどうだい？きっと、ユウにぴったりの新しい剣が見つかるよ。王様ドラゴンは、ユウに提案します。村の鍛冶屋さんまで、今日も一人で行っていい？えぐえぐと泣きながら、ユウは聞き返します。うんうん。今日も一人で行っていいよ。行けるかな？うん。わかった。行ってくるね。ユウはまだ棒が折れたことを引きずっていましたが、
人での冒険やまだ見ぬ剣へのワクワクの方が勝っている様子。よろよろしながらも玉座の間を出て行きました。ふぅ、やれやれ。ケラはいるか？王様ドラゴンが呼びかけると、玉座の間の天井から小柄な雲のような魔物が白く細い糸にぶら下がり、スルスルと降りてきました。はい、魔王様、ここです。うん、王様と呼んでくれないか。失礼しました。何かご用でしょうか、王様。すまんが、ユウより先回りして鍛冶屋へ向かってほしい。王様ドラゴンはユウのために扱いやすい武器を渡してもらえるよう、鍛冶屋の主人にお願いしておいてほしいとケラに頼みました。あまり危なくない武器で頼むぞ。心配性な王様ドラゴンは注文を付け加えます。承知しました。では行ってまいります。そう言うとケラはスススッと音もなく糸を登り、姿を消しました。これでよし。いや、念のためにユウの後を追うか。こっそりと。そう言って王様ドラゴンはのっそりと玉座から立ち上がりました。
山のふもとに魔物の集まる村がある。そう聞くととても恐ろしげに思えるかもしれない。だけど魔物の社会は思ったよりも複雑で、凶暴な魔物もいれば穏やかな心を持つ魔物もいるのだ。ここは共に生きることを願う者たちが集まる魔物の村。山の王様んところのお嬢ちゃんじゃないか。何か用かい？ユウは折れた棒を見せて、新しい武器が欲しいと伝えます。はあはあ、これは見事にぽっきりいっちまってるね。いいよ、私が腕によりをかけて、あんたに特製の剣を作ってあげるよ。本当？とユウは目を輝かせます。ああ、そん代わりね、お使いを頼むよ。これから作る剣の素材を村の倉庫森からもらってきてほしいと言います。ほら、これが材料のメモだ。これを倉庫森に渡せばいいよ。分かった、行ってくるね。ユウは鍛冶屋を後にしました。Thank you.
ってきたね。ご苦労さん。ユウはもらってきた木材を手渡します。すぐできるからそこで座って待ってな。はーい。ギコギコゴリゴリトンテンカン。しばらく歌ったでしょうか。よし、できたよ。それはとても綺麗な仕上がりの木の剣でした。わあ。それを見たユウは目をキラキラと輝かせます。持ってきてくれた木は軽いけど丈夫な木でね。これなら岩にぶつけたくらいじゃ折れることはないよ。と鍛冶屋の主人はユウに剣を手渡しました。うん、ありがとう。ユウは鍛冶屋の主人に向かって何度も手を振りながら剣を大事そうに抱えて鍛冶屋を後にしました。ユウが村の出口に向かって歩いていると、少し離れたところからコンコンと鳴く声が聞こえてきました。声のする方を見てみると小狐の魔物が村人に何やら助けを求めている様子です。しかし小狐はがっくりとうなだれ、村人はその場から立ち去ります。心配になったユウが近づこうとすると、それより早く小狐はその場から立ち去ってしまいました。あ、行っちゃった。気になるけど夜になっちゃうし、今日はもう帰らなきゃ。小狐のことは気になりますが、お家に帰ることにしました。
夜遅く、ユーは寝床で今日の出来事を王様ドラゴンに興奮気味に話します。王様ドラゴンはユーの話を微笑ましげに聞いています。そういえばね、とユーは困った様子の小狐のことを話します。それを聞いた王様ドラゴンは、うむ、困った人を助けるのは立派な勇者の務めだよ。ユーのパパも困った人たちをよく助けていたものだ。と目を閉じて昔を懐かしむように語ります。ねえお父さん、明日も村に行っていい？ユーはもし小狐がまだ困っていたら手を貸してあげたいと言います。それはいい、ぜひそうしてあげなさい。王様ドラゴンも賛成します。その後ユーはいつものように勇者のお話を聞きながら眠りにつきました。明日は村で人助け。一体どんな冒険がユウを待ち受けているでしょうか。ユウは昨日見かけた小狐を探しに村までやってきました。あの小狐さん、今日もいるかな。当てはありませんでしたが、とにかく村中を探してみることにします。Yeah.